というところで、はい、今日届きました。これめっちゃ安いやつ。はい、こんにちは。今日はアクションカム。はい、これがメインで使ってるアクションカム。ソニーのセンサーとかが入ってるみたいなんですけれど、逆さまだったね。シャオミの YI4K、E4K っていうのかな、っていうカメラです。西表島行った時にも使ってたと思うんで、2017年、それが2017年、もっと前に買ってると思うんですよね。もっと、その1、2年前に買ったのかもしれないんですけれど、だから少なくとも5年、6、7年使ってるかもしれないです。結構画質がいい。当時 GoPro キラーと言われてたカメラです。で、あと昨年買ったのが、アカソー、V50 エリート。で、これ、ちょっと勘違いしてたんですけど、これ、マイク使える、外部マイクが使えると思ってたら、使えません。で、これは、去年なんで買ったかっていうと、こっちのメインで使ってるカメラも、一応 4K なんですけれど、4K30fps ですね。で、古いっていうのもあるんで、で、新しい 4K で、これ 60fps ですね。映ってるかな。で、画質が 4K で、どれぐらいいいんだろうっていうテストっていう意味も含めて買いました。ただね、これね、音にノイズが乗っちゃうんですよね。もう多分、これ固有の、この、ね、個体の、固有の問題で、ね、返品対応してもらえばよかったんだろうけど、しませんでした。とりあえず使えるからいいやって。で、結局これ使ってません。あ、で、これ、直接三脚取り付けられるようになってます。どっちのカメラも。で、ですね、車載で、スキーとシュノーケリングはどっちでも、まあ、いいんですけど、音が必要ならこっち使えばいいんで、いいんですけど、で、あと 4K で、まあ、とりあえず、1回2回ぐらい撮った動画アップしてますけど、基本 4K で撮っていくつもりは今のところないんで、パソコンが非力 っていうのがあるんで、ファイルがでかくなっちゃうし、Adobe のプレミアが死んじゃったとかね そういうのがあるんで、4K はまだ今のところあんまり手出していくつもりがないんで、そういった意味ではこれで十分なんですけれど、車載がね、今まで動画見てもらっている人は気づいてる通り、ノイズ、ロードノイズが大きい。で、自分の耳で聞いてるね、車の中乗ってて実際に聞いてるロードノイズも結構あるけれど、特に段差のガタンって音がね、筐体ごと音を拾っちゃってる感じで、相当音がでかい。で、それをどうにかしたいっていうので、やっぱり外部マイクを使いたいなというところで、はい、今日届きました。これめっちゃ安いやつ。いくらだっけ ?6000 円しなかったと思うんだけど、6000円しないアクションカムで 4K です。まあ、こっちは 30fps までですね、4K って言って。で、これが外部マイクが使えるっていうことなんで、これを今後試していこうかなと思います。で、今日は開封の儀。はい、開けていきます。カメラ本体で、バッテリー2つ。
早速マイクですね。SD カードですね。電源が入っちゃった。はい、SD カードを挿したんで、応しない、反応しないんですけど、これか、あ、これタッチスクリーンじゃないですね。2023年3月。16時。カードをフォーマットしますか。はい。できました。で、これ設定がどうやって出すの。あ、これ録画がちゃっちゃうね。設定。そういうパターンね。昔の SJ カム、昔 SJ カム、SJ カム使ってたんですけど、それと同じパターンかな。電源をボタンを押すと、録画されたファイルの再生、設定、カメラ、順番に出てくる形ですね。で、解像度。4K でなんて通らないんで、1080p、60fps、60fps。デブレ補正はオンにしておこうかと。タイムラプス、スローモーション、音声録音をオン。はい。あとどうやって移動すんだ。こっちか。写真の解像度、写真はいい、音量、操作音、言語、はい、で、カメラ、
レンズのカバーがついてる。はい。で、オプションがこうやっていっぱいいろいろ、まあ、この手のカメラにありがちなオプションがいっぱいついてます。で、まあ自分はちょっと車載専用で使おうと思ってるので、これですね、多分。で、だいぶマイクつけて、で、この状態で車載のアダプターつければ使えるだろうという感じですね。はい。ということで、画質に関しては後日また撮ってみます。動画のご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。